はい、それでは2番の音程に入りたいと思うんですけれども、こちらちょっと見ていただきたいんですが、これもですね、最初はドドドファミファという形で、縦に並んでますね。でこれはね、音程でいうと8度4度2度3度という形で、言うことができます。で、最初のこの練習として、先ほどのそのね独の、練習でちょっとつながりがあるんですけれども、これもですね、反射的に、例えばその2番見ていただきたいんですけれども、ドレミファなどを用意して数えないで、でまあミファはいけると思うんですけどね、で数えないで、これは何度でやるか、8度指しましょうか、8度4度2度3度6度5度で、もちろん、まあ、これ私数えていませんねっていうふうに、反射的にこの音程の、開きを、数字で言っていく練習なんです。でもちろんこれ括弧は書いてありますから、書いてもいいんですけれども、最初はとにかく、口で言っていく。でそれも、慣れないうちはね、もちろんちょっと数えることしか、できない方もいると思うんですけれども、それも何回か繰り返すことによって、とにかく視覚的にこれは2度だ、これは3度だとして分かっていくようになりますというふうにして、これも速度もね、どんどん最初ゆっくりから、それからどんどん速くしていくみたいな形で練習していただけるといいですね。でこれも、例えばその譜面を読むときにですね、初見なんかとも非常に関係してくる形になってきます。あるいはハーモニーの和音を読み取るときにも、縦のその読む力と関係してきます。でこれもぜひやってみてください。で今ねこれ見て皆さん分かるように、臨時記号がこれありません、ついておりませんので、で、じゃあちょっと臨時記号がついた形をちょっと出していただけますでしょうか。その次で、でこうなってくると、これ反射的に言うより結構大変なんですね。でこれを、まあ、これも何回も繰り返して、それで、しまいですね、その先ほど映したその臨時記号なしの方法を何回も繰り返していると、もう例えばドドドファミファというのが頭の中にすでに入っていますからね。でその段階から今度、どのシャープ上が何時だかな、次はどの、普通のドの形と、今度そのファのフラットだなという形で、なんていうかその段階が次に上がったことによって、最初 の、その発見だけのものを、基礎にしておいて、それでこれを応用していくような形になっていきます。で、この形というのはちょっと何かその例えばね、そのこれは完全完全で、こっちは単調という形で読み方がちょっと複雑になってきます。でこれはですね、じゃあちょっと次の一番最初のを出してみます。このようにして何か、これある楽天の本なんですけれども、長短、こちらも長短、こっちは完全の本なんですね。というふうにして、何か分けて覚えなきゃならないことがあったりとかして、で、これはちょっと少し面倒なんですね。で、まあ、できる人は、その、先ほど見せた臨時記号の方もやっていただきたいんですが、まず、発見の方をやっていただいて、こちらもまずやっていただいて、それで、これ慣れてきたら、できる人もいると思います。でこちらの方を、授業 その始まるまでもし、余裕がある方は、解いてみていただけたらと思います。